好きな焼き鳥はぼんじり。どうもこんにちは、りなです。今回は刑務所に持ち込まれた驚くべきものについてお送りいたします。他にもどんなものが持ち込まれたのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では持ち込み開始。ネタザンマイネタざんまい。ケーキ。1909年アメリカロサンゼルス、フランク・ハームリーは小切手を偽造した罪で逮捕されました。彼は豚箱に入り泥水をすすりつつ裁判を待つ日々を過ごします。そんなある日、彼のもとにとあるものが届けられました。それはどでかいチョコレートケーキとクリームケーキの2つ。しかし包みを受け取った看守のハンメルは違和感を覚えます。このケーキなんだか重いな、ちょっと食べ、いやいや確認してみよう。ハンメルがケーキを切ると中から出てきたのは38口径の拳銃。これはハームリーが企てた脱走計画の道具でした。拳銃を入手すればこっちのもんだお、監視を脅すか殺すかして脱獄しちゃおう。彼にケーキを送った人物は麻薬の密輸業者でした。脱獄後、ハームリーと密輸業者はメキシコで麻薬を売りさばこうとしていたのです。結局彼らの夢は幻となり、ハームリーは7年の禁錮刑が言い渡されました。携帯。2016年、イギリスマンチェスターの刑務所。ここの囚人スティーブン・カバナーは腹部の痛みを訴えました。腹痛が痛い、早く何とかしてくれ。すぐに彼は救護室に連れて行かれ、レントゲンが取られたのですが、なんと彼の肛門付近には携帯電話が映っていたのです。カバナー曰く、携帯電話は彼の仲間によって持ち込まれたとのこと。その後、携帯電話は手術によって除去され、カバナーの刑期は伸びたのでした。ちなみに、携帯電話はカリフォルニア州だけでも年間1万3000個が外部から持ち込まれます。中には刑務所内で売っている囚人もいるそうです。お値段は1個およそ15万円。とはいえ、お金すら持っていないのにどうやって払うのでしょうかね。猫。2013年、ブラジル北東部の刑務所。ここで勤務中の看守は正門を通る猫に気づきました。猫か、まあよくあることだな。しかしよーく見ると、その猫はお腹にバッグがくくりつけられていたのです。猫にバッグか、まあよくあることだな。そしてそのバッグの中にはノコギリや携帯電話、ドリル、メモリーカード、バッテリーが。バッグの中にノコギリ、携帯、ドリルか、あるわねえよ。それはどう見ても脱獄するための道具。看守は何者かが猫の手を借りて脱獄しようとしたとして捜査を開始。しかしこの刑務所には263人が収監されており、捜査は難航。猫にも聞いたものの何も答えてくれず、動物疾病センターに連行されました。タバコ。1938年アメリカテキサス州。ここの刑務所で働いている看守はとある現象が解明できませんでした。それはいつもタバコをうまそうにプカプカ吸っている2人の囚人。2人は差し入れでタバコをもらったことはなく、送られてきたこともありません。さらに彼らの牢屋に人が通る穴はなく、ちょっとタバコをと買いに行くことも不可能。看守は毎日彼らの牢屋をチェックしましたが、何一つ手がかりは得られませんでした。そんな看守を嘲笑うかのように、囚人はうまーっとタバコをプカプカ。とうとう降参した看守はどのように入手しているのか尋ねてみました。ねえ、どうやったらタバコを手に入れられるの？
俺たちはゴキブリ使ってるずら。そう、彼らはどでけーやつを仕掛けてタバコをゲットしていたのです。彼らの牢屋の床には亀裂があり、やつはそこから出入りしていました。やつは外にいる囚人の仲間からタバコとマッチを背中に乗せ、毎度っと U ターン。牢屋に戻ったやつはお待ちと2人にタバコを渡していたのです。この真相には監視も驚くのと同時に見事な手腕に感動。ゴキブリの仕事作れるんなら自由にしてあげてもいいかなと2人を釈放してしまったのです。手榴弾。2006年南米コロンビア、ここの刑務所で爆発が起き、5人が死亡し20人が負傷しました。その機に乗じて囚人たちは集団脱獄、未だに捕まっていない者もいるのだとか。爆発の原因は囚人が持っていた複数の手榴弾でした。しかしこの囚人はどのようにして手榴弾を手に入れたのでしょうか。それは面会するために刑務所に来た一人の女性が手榴弾を渡したのです。とはいえ刑務所に入るには誰であろうとボディチェックを受けるはず。手榴弾を持った彼女はどうやってチェックをパスしたのでしょうか。実は彼女はプリズンポケットという場所に手榴弾を隠していたのです。プリズンポケットとはぶっちゃけ女性器のこと。コロンビアの刑務所では女性の生殖器を検査することは原則禁止。彼女は問題なくそこに密輸品を忍ばすことができたのです。彼女は手榴弾を共犯者に渡し、何もなかったかのように去ったのでした。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。